はいどうもウェブサイトチャンネル現役のプロが教える YouTube チャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょうということでですね。今回はこちら。 ね、HTML の書き方、はじめに覚える超基礎ということで、まあ、テキストエディターの Atom というですね、あのエディターがあるんですけども、こちらの Atom を使って HTML の基本形をまずは覚えていこうという風な内容になっております。はい、簡単な自己紹介を載せておきますので、興味がある方はですね、見られておいてください。ということでですね、早速やっていきたいなというふうに思います。今回はですね、Atom のエディターを開いていきます。 こちらですね。はい。このような形でですね、Atom のエディターの中に HTML を書いていくんですけども、今回はこちら、Atom をですね、初めに開くと出てくる画面ですね。ここ、ここからやっていこうと思います。えー、ここでですね、まず見ていただきたいのが、 まずですね、は、ま、じ、あ、めに多分ですね、初めまして、ウェルカムみたいなのがついてたりとかするんですけども、こういうふうにタブがね、いくつかついてるだけなので、このタブをですね、どん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 消していってください。どん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 消していって、空になるところまで持っていかれて大丈夫です。えー、Atom のエディター、こちらがプロジェクト、こちらがですね、あのエディターの画面になっております。で、ここにですね、あのフォルダを作っていくんですけども、は、ま、じ、あ、めにここからね、ファイルを作ったり、フォルダを作ったりするのって少し難しいんですよ。 少し難しいので、今回は簡単なやり方でやっていこうと思います。まず、デスクトップ上に右クリックして新規フォルダを作成。ここから行きますね。新規フォルダを作成します。で、ここに名前をえっ、ー、とそうですね。英語で何か入れたらいいんですけども、ちょっと今回イエローコーヒーというですね。架空のコーヒーをですね。 題材にしていいいきたいと思いますでこのイエローコーヒーというフォルダを作ったらこのフォルダをアトム上のここ左側のプロジェクトの方にポンとですねドラッグしてあげますそうするとここにそのフォルダ名が出てきますねこのフォルダ名が出てきますさあここから作っていくと少し簡単ですここにまずですね1つ コマンド N もしくはですね Windows だったらコントロール N とかになると思います。もしくはですねファイルから新規ファイルでも大丈夫です。ということでこのファイルを作ります。このファイルをコマンド S コントロール S でですね保存します。保存するともうすでに場所がですねこのプロジェクトのこのイエローコーヒーの中になっているのでこの中にインデックス .html というのをですね作ります。 この index.html というのがですね、あの、html を作る、まあ、要はウェブサイトの基本ですね。あの必ずウェブサイトのトップページの名前というのは index.html になってます。これもルールだと思ってください。index.html。そしてもう一つ作っておくのがファイルがですね、もう一つファイルを出してもう一つ保存します。で、ここのファイル名を style.cs s という名前に変えてください。 はい、これですね。html とか。css っていうところをですねまであの触れるのがテキストエディターのいいところですね例えばワードとかエクセルとかですね使ってる時にあのファイル名をつけることはあってもその「ドットなんとか」っていう拡張詞っていうんですけどもこの「ドットなんとか」までつけることってほとんどなかったと思うんですよ、ね、ただこのテキストエディターっていうのを使ってあのプログラムの言語を書いていく時っていうのは必ずこの「ドットなんとか」っていうのをつけていきます でそれ,それのドットなんとかの種類によってあのファイルの種類が変わるんです違うファイルを一つのエディターの中でいろいろ使っていくっていうのがですねまたあのこの肝になってきますねじゃあ見てみましょうここで作ったものっていうのはこのフォルダの中で見ても一緒ですこういうふうに入ってます入ってますがもう形から違いますよね見た目も違いますよね HTML とスタイルドット CSS では、えー、こんな風になってます じゃあ今日はですね、まあ初心者向けということもあって簡単にやっていこうと思うんですけども、まずこのインデックス HTML、こちらばかりを使っていきます。このインデックス HTML で、えー、っとそうですね、はじめにじゃあ H の1と打ってみます。H の1と打つと、下に何かこういうのが出てきます。これをクリックすると、ね、カッコ H の1、カッコ閉じる、カッコスラッシュ H の1っていうこの形がね、丸ごと出てきます。これで、ね、すごく便利な Atom の機能の一つです。 もしくはですね、H の1と押してタブ、タブキーを押すとこういうふうに出てきます。そしてここに、初めての HTML というふうに書きましょうか。はい。これで、すみません、ここですね、もう保存しちゃったので、ちょっとやり直しますね。初めての そうすると、ここに青いポッチがつきます。この青いポッチが何なのかというと、まだ保存してないですよっていう意味なんですよ。で、ここでちゃんと保存をしてあげないと、あのー、反映されないです。なのですごくたくさん保存します。そういうふうに覚えとってもらえるといいと思います。で、いろんなですね、実はあのー、 機能っていうのがこの Atom の中では使えるんですけども今回ね紹介する方法っていうのは一番アナログな方法だという風にね思ってもらうといいですで正直一番アナログの方法の方が覚えやすいですし何にでも応用が利きますでまずそこからね徹底的に覚えていってあのいい機能より良い機能っていうのはね使っていかれるといいと思いますでまずここねこれで保存します 保存すると、フォルダの中開くと、こちらですね。index.html。こちらを開くと、初めての html っていう文字が出てきます。もしくは、文字が出てこない方は、文字化けしてなんか、うにゃ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 っていうのが出てくると思うんですけども、どちらでも正解です。OK です。この段階では文字化けしてても全く問題ないので、表に出てくるってことをですね、大事にしてください。うん、で、これですね、あの、ブラウザ上にですね、 こう自分のがね打った文字が出るってちょっとした感動的なねおなんか出たぞみたいになりやすいんですけどもちょっと嬉しいところですでは続いていこうと思います続いてですねこれ本当の書き方はこれじゃないですなのでこれ消します本当の書き方は html から始めます html と書いてタブを押すもしくはこれを押すとですねこういうふうにねいっぱいずらっと出てきますはい で、ドックタイプ HTML、上から説明していくと、ドックタイプ HTML というのは、今から HTML を始めますという宣言文です。宣言文って、まあ運動会でもですね、宣言文をしてから、宣言、今から運動会を始めますって言ってから運動会スタートですよね。あれと同じです。ね、宣言文というのが必ず必要になってくるのが HTML の特徴です。そしてその後に HTML で始まり、スラッシュ HTML で終わる。この形が、あのー、絶対の形です。絶対の形。 で、ここに language ってね、lang ってのは language って意味です。dir はですね、気にしなくていいので消します。で、language も正直ですね、今いらないんですよ。いらないので、この形でもいいんですけども、まあ、language がある形もね、よく見ることになると思うので、language を入れたまま。入れたままの場合は、english って、en って english なので、これをジャパニーズの場合は、じゃっていうふうに打ちます。 ね、HTML ラングチャ。ここまでがね、書いてあったらいいんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、クリックすると、下に青線が引いてて、下に青線が引いてます。ここからここまでが HTML だよって教えてくれてるわけです。はい。で、その HTML の中身に入っていくんですけども、HTML の中身っていうのは、ヘッドとボディという2つの部分に分かれます。ヘッドとボディですね。ヘッドが、そうですね、裏方。 ボディが表舞台と思ってもらったら分かりやすいんじゃないかと思います。えー、ヘッドはですね、いろいろ表舞台が輝くために、いろんなことをここでします。コンピューターに指示を出すと場所っていうふうによく言われるんですけども、コンピューターに指示を出したりですね、スタイルシートというのを、ね、読み込んできたりとかですねあの、いろんなことをやります。本当に裏方のような役割をするので、ここはヘッドって言います。なので、HTML 初心者の方、初めての方っていうのは、このボディから始めていくといいんですけども、 ボディから始めてどん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 やっていくとあのだん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 ね HTML が分かってくる CSS が分かってくるっていうふうになるとあれヘッドってすごくないって分かってくるんですよ。 実はねあのー、やっぱりほら何度も演劇とか好きな方そうだと思うんですが何度も何度もね通ってるとあれ表舞台に輝いてる人たちもすごいけど裏方の人たちって実はすごくないとかあのだんだんですね裏の方裏方の方に興味を持ってきてあの裏で支えてる所持がすごいって分かってくる場面があると思うんですけどもああいうのと同じように表舞台裏舞台裏もかなりすごいです。 ね、まずはでも表からいきましょうそっちの方がいいですでここに何かいろいろ書いていくんですけどもここに書くときにこういうふうに書いていくんですよただ書いていくんですがバランスが悪くなりましたがねこの HTML の中に入ってるヘッダーとボディボディの中に入ってるヘッダーのはずなのに位置が悪いとうまくなんか分かりにくいですよねなのでここで書くときはまあこっからエンターをしたらうまくいくんですけども ここになっている場合はタブキーを押して位置を変えてあげるこの位置からいろいろ入れていきますで HTML は構造データっていってですねあの上から下まできれいに構造を作っていくんです、まあ、あの家でいうところの柱とかを組み立てる基礎の部分ですね その部分がしっかりしてればしっかりしてるほどしっかりしたサイトが作れますよというふうになってくるのですごく大事な部分です。またですね、あのー、そうです、ね、後で説明するんですけども今説明しておきましょうかね。html っていうのはハイパーテキストマークアップラングエッジという言葉の略でマークアップをするためのラングエッジなんですよ。マークアップって何なのかっていうとあの人間の目で見たらデザイン的に大きい場所とか あの目立ってる場所とか色がついてる場所っていうのが大事なんだな重要なんだなとかっていうのが分かるんですけどもコンピューターには色つけてる場所が重要かどうかっていう判断ができないんですコンピューターにとってはここが見出しだよってつけてあげたところが見出しでここが あのー、画像だよって言ってあげたところが画像でここがリストだよって言ってあげたところがリストっていうふうに、ね、なりますのでそのマークアップ、ね、ここが見出したよっていうのをつけてあげるのが HTML の一番の役割ですまずですねその中で HTML を4つの箱に分けていきたいと思います4つの箱っていうのがヘッダーという箱がありますそしてその中にメインという箱があります そして A サイドという箱があります。そしてフッターという箱があります。これがですね、一番基本の形の HTML の4つの箱です。 でこの箱が何なのかっていうと,、えー、ともう本当にカラーボックスを買ってきたようなもので上から順々に4つの箱を作ったっていう風に思ってもらって大丈夫です。でヘッダーというのがですねウェブサイトの一番上のところロゴとかですねああいうものがあるところになります。でメインが本当にメイン部分 A サイドっていうのは何なのかっていうとだからですね、まあ、サイドバーとかも A サイドで作ったりするんですけどもサイドバーという意味ではなくて補足情報っていう意味だと思う 持ってくださいそしてフッターは最後の部分締めの部分ですねフットって足って意味なんですけど、まあ、最後に締めるバシッと締めるコピーライトとかが書いてあるところだと思ったらいいんじゃないですかね <laughs> さあそれの4つですねヘッダーからメインの部分があって補足情報して最後にフッターで終わるこの形をですね HTML の基本の形だと覚えるとですねその後が分かりやすくなります。 そしてこの中をデザインどんどんしていく上でどんどんこれが複雑になっていくっていう風に思っていただけたらいいんじゃないかなという風に思います。ということでですね今回は中身をするというわけではなくてですね HTML の基本の基本というのを、えー、Atom というエディターを使ってするという回にさせていただきましたのでまあこれ以降の次回はですねここの続きからねこの中身を作っていくっていうことをですねやっていきたいなという風に思います。ということで今回はここで終わりにしたい と思いますさあではですね本日もありがとうございました。ね、はい 本日もですね、良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。またあの、いいなと思った方やですね、今後これ以上見ていきたいなと思った方はですね、グッドボタンやチャンネル登録をいただけたらなというふうに思います。チャンネル登録いただいてるとですね、まあ、更新がですね、わかりやすかったりもします。で、概要欄にもですね、参考サイトやですね、参考情報というのを載せていますので、こちらもご覧いただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。